こんにちは、沙織です。今日は自律神経のバランスを整えるヨガを行います。自律神経は背骨の両サイドに走っています。背中をしっかりと動かすポーズを行っていきます。ぜひ一緒にやっていきましょう。では今日はヨガブロックお持ちの方はヨガブロックご準備お願いします。お持ちでない方はバスタオル、こんな風に丸めたものでも代用できますので、どちらかご準備お願いいたします。ではまず早速仰向けになって寝ていきます。このヨガブロックかバスタオルを胸の真裏、この肩甲骨のところに当てていきます。では、ゆっくりとお膝を立てた状態から、ちょうど胸の裏に、ブロックくるようにセットしていきましょう。はい、もし頭が、落ちて辛い方はクッションで置いていただいてもいいです。はい、足を伸ばせる方そのまま足を伸ばして、両手楽にお体の横へと下ろしていきましょう。とても胸が広がっているので呼吸が入りやすくなります。皆さんもこのまま気持ちよくね、胸の広がりを感じながら、広がった胸にたっぷりと呼吸を送っていきます。心肺機能を高める効果があります。背中が丸くなりやすい方、こうやって無理やりにでも胸を広げることで呼吸も楽になりますので、ぜひね、しっかりと体の前、胸を広げて、自律神経のバランスが崩れてると呼吸も浅くなりますので、意識的に胸を広げながら気持ちのいい呼吸繰り返していきます。はい、ではゆっくり片膝ずつ両方のお膝を立てたらブロックを抜いていきます。どちらかにお体少し傾けてブロックを手で外していきましょう。はい、ではですね、このまま一旦足を伸ばして、はぁ、リラックスです。ブロックが邪魔だったのがなくなって、楽にお体が床に沈んでいく感覚を味わっていきます。先ほどよりも呼吸が楽になっているのを感じていきましょう。ではここから少し肩周りをほぐしていきます。片膝ずつ両膝を立てたら、まず両膝を右側にパタンと倒し、お体もゴロンと横向きです。で、両手を合わせて、でお膝はだいたい90度の角度を作っていきましょう。ではここから息を吸って、上の手を天井から反対の床まで倒して、吐く息で閉じていきましょう。この動き繰り返します。吸って、上の手オープン、でお膝がずれないところまで開いて、吐いて閉じます。もう一度吸って、左の手を開いて、ここでも胸気持ちよく広がりを感じて、吐いて閉じます。ではもう一度吸う息で、上の手気持ちよく広げたらここでストップ。お体ねじります。右の手左の足の上に置いて、お顔は天井か、心地よければ左の手を見つめていきましょう。お体をねじるポーズです。でツイストするポーズも背中に刺激を与えますので、自律神経のバランス整える効果があります。あともう一呼吸します。吐き切った方からゆっくりと膝
左の手を下ろして一息つきましょう。では今度逆側です。一度仰向けになって寝ていきましょう。今度そのまま逆方向を向いていきます。はい、でお膝を反対にパタンと倒し、ゴロンと横向きです。お膝90度、両手を合わせて息を吸って、上の手を天井から吐いて、気持ちよくね、広がるところまで広げ、吐く息で閉じます。この動きを繰り返しましょう。吸って、オープン、胸、肩、そして肩甲骨に刺激を入れます。吐いて閉じて、吸ってオープン。皆さんどうですか？左右差がありますので、無理にね、痛ければ床までもちろん下ろさなくて結構です。ご自分の心地よいとね、感じるところを吸って、この辺りでもいいですし、ね、角度はね、ご自身で決めていただいて、少しずつ胸の広がりを感じていきましょう。ではラスト、吸ってオープン。手を広げたらそこでストップ。お体ねじります。お顔天井か、今度右側見られるようでしたら見ていきましょう。左の手は足の上に置いてサポートしていきます。この右のウエストから脇、大側、肩甲骨に刺激を入れていきます。呼吸は止めずに、吸って吐いてを繰り返します。あともう一呼吸します。ではゆっくりと右の手を戻していきましょう。もう一度お背中を床に預けて仰向けです。でここで一旦お膝を抱えていきましょう。両手でお膝抱えたら、お体左右に揺らして、腰から背骨マッサージ、ご自分の体の重さで背中、腰周りを刺激していきましょう。これも自律神経のバランスを整える効果があります。では動きを止めて、今度両手膝の裏に回したら、お体前後に揺らしてみてください。これも腰から背中を縦にね、マッサージしていきます。ここでよいしょと起き上がれる方は、よいしょ、ハンドをつけて起き上がってきてください。ではここからマットに四つ這いになります。肩の真下に手首、股関節の真下にお膝が来るようにセットしていきます。で肘を少し緩めて、腕にね、少し緩める感覚で負担かからないようにしていきましょう。はい、猫のポーズに入ります。吸う息、背骨長く伸ばしていきましょう。吐く息で腰を丸めて、背中もぐーっと天井、気持ちよく背中ストレッチ。吸う息でまっすぐの背中から、今度腰から背骨反らせていきます。胸柔らかく広げていきましょう。お首も長くします。この動きを繰り返します。吐く息で腰を丸めて、お腹も一つね、ぐーっと引き込んでいきましょう。吸って腰から背骨緩めて、胸柔らかく広げます。ラスト、吐いて腰を丸く丸めて、背中を気持ちよくストレッチ。吸って腰から背骨長く伸ばしていきましょう。では一旦まっすぐの姿勢に戻ったら、バランスのポーズに入ります。右のお膝伸ばし、腰の高さまで浮かせていきましょう。このままでもいいです。もう
一つ余裕がある方は左の肘を一旦伸ばし、腕を耳の横に、そう、ここであと5秒キープ。4、3、2、ゆっくりと手足を下ろしていきましょう。では今度逆側です。左のお膝を伸ばして腰の高さでキープ。このままでもいいです。右の手を伸ばせる方、右の肘を伸ばして、さらに腕を耳の横に、ここで5秒キープ。4、3、2、ゆっくりと手足を下ろして、チャイルドポーズです。足の甲を寝かせ、お尻かかと、背中丸く丸めて、力を抜きます。では息を吸いながらゆっくりロールアップ、頭最後に上体を起こします。はい、ではお体正面に向けて、でお姉さん座りで座っていきましょう。足を横にして座ります。でもしこの座り方きつい方はあぐら座で座っていただいてもいいです。はい、では両方の座骨、お尻を安定させて、両手頭の後ろでセットしていきます。肘を横に広げて、胸、鎖骨を気持ちよく左右に広げましょう。息を吸って背骨を伸ばします。吐く息でゆっくりとお体右側へと倒しましょう。左の肘を天井に向けて、左の胸、肩を広げます。でもしこの体勢きつければ右の手を離して床をサポートしていただいてもいいです。左の体側を伸ばします。簡単な鳩のポーズです。では吸う息で上体起こして、吐いて両手下ろしましょう。お体ねじります。右の手体の前に、左の手お尻の後ろです。ここで息を吸って、吐く息でお体左側へと向きを向けていきましょう。余裕がある方は右の手を左の足の上に置いて、さらにツイストを深めます。吸う息で背骨を伸ばして、吐く息でお腹薄くしながらお体左へとねじります。背中をねじることで自律神経バランス整える効果があります。またねじって呼吸することで体の毒素が排出されます。吐く息ごとに体の中のいらないものを一緒に吐き出します。吸う息でねじりほどいて一息つきましょう。はい、では足をチェンジします。今度は足を反対に向けてお姉さん座りにして座りましょう。両方の座骨を安定させます。両手を頭の後ろにセット、息を吸って胸を広げます。吐く息でゆっくりとお体左側へと倒して、今度右の肘を天井方向に、目線も斜め上、見られる方は目線斜め上を見ていきます。で先ほどと同じようにきつい方は左手下ろしていただくと少しね楽になりますので、手は床に下ろしていただいてもいいです。この右のウエストから脇、肋骨を広げていきます。吸う息で上体を起こして、吐いて手を下ろします。お体ねじります。今度左の手を体の前、右の手お尻の後ろ、息を吸って、吐く息でお体右へねじりましょう。余裕がある方は左手をももの上に置いて、
吸う息、もう一度背骨長く伸ばし、吐く息、お腹薄くしながら、お体右後方へとねじります。あともう一呼吸します。吐き切った方から吸う息でねじりをほどいて、正面で力を抜きます。はい、いかがでしたか？気持ちよくね、一緒にお体を動かせたという方は、ぜひグッドボタンでお知らせください。でチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。では次の動画でお待ちしております。